よーガチッコちゃんはタイポンです。それでは今回はウィニングレブン2020マイクラブガチャ動画の方をやっていこうかなと思います。さあメンテナンスが明けて FP やってきました。17時からってことだったから17時待機したんですけど、なんかメンテナンスが延長しちゃってね、まあ、18時ちょっとぐらいに来たのかな。昨日ねこのウィニングレブン2020製品版発売されて0時ちょっと過ぎぐらいに生放送を始めたんですよ。まあ、その生放送でブラックボール確定のガチャ、なんか最初もらえるやつかな、あれ、それをね2回引いたらね、まあやばいぐらいの神引きをしちゃったわけですよ。まずはねその神引き動画を見ていただきたいです。ちょっとね生放送からの抜粋なんで画質悪いしちょっと音質も悪いんですけど、ぜひ俺のウィニングレブ2020のファースト神引きをねご覧ください。ブラックボール行こう。はい行こう。このわざわざそこ詳細見せる必要なあんのかな、これって毎回思ってんだけど、正直誰当たってもいい説。スペインメッシ、おユニフォームがちょっと、あグリズマンじゃねこれ、えグリズマンアトエティコなんだけど、マドリーロサスってこれアトエティコだよね。こんばんは。でもグリズマン当たったよ、いいねグリちゃん、こんばんは。遺跡を配達しないってこと、パルサじゃないんだ、まだライブ幕でされてないからな。あそういうこと、課金しないんですか。そうな、イタリア、あロナウド来た、クリスティアーノ・ロナウド、えガチでじゃん、ガチじゃん、えガチこれ、えガチ、パルサじゃえガチじゃん、えガチガチだよ、ツイッター見ました、ガチでロナウド来たんだけど、ウィルさん遺跡反映されてないんか、えウィルサボり上がったのかと思った、えこれは確定じゃないよね、待ってさっき俺ちょっとあれメッシ確定とかいう話したけど、えこれは俺完璧しましたよね、よしよしよし、ありがとうございます皆さん、レンタル、いやレンタルじゃないこれ、絶対レンタルじゃないでしょこれ、レンタルじゃないよね、やばいわらわら、よし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 、しかもやっぱちゃんとよかった、ユベントスしたからかな俺ユニフォームここ、はいいかがだったでしょうか。もうグリーズマンからのクリスティアーノ・ロナウドっていう感じで、いやまさかねロナウド当たると思わなくてちょっとほんとびっくりしたんですけど、めっちゃ運良かったですね。もう今日ほんと死ぬんじゃねえかなって思ったけど、今日家から一歩もね出てないので、まあちょっと死ぬことはなかったんですけど、とりあえずこのウィニングレブンの運を昨日で使い果たしたみたいなことにならないようにちょっとしたいですけど、はいそれでは早速この POTW 引きましょうか。ちょっと待って、その前にこのメンバーをね見ていきましょう。はいメンバーはこんな感じになってます。ケイン、エリクセン、ラモス、ワイナルドゥム、ベルノド・シーバ、ベロッティ、フラデツキ、シェア、ライマ、シャドリー、ゴヤクという感じになって、まあ狙いはラモス、エリクセン、ケインってかもう正直もう黒だったら誰でもいいや感はまあ ないや、シェアとかまあいいけど、ね、好きな選手なんでいいんですけど、まあでもやっぱラモス欲しいな、センターバックがね今ちょっと強い選手いないんですよね、なのでラモスがちょっと欲しいです。前線は結構いるので、それじゃあ行きますか、行きましょう。うわーウィニングレブン初 FP だ、ちょテンションが上がってきた、頼むよお願いお願い、あスペイン、あじゃあポルトガル、おこれベルナード・シルバじゃない、これ嬉しいぞ。あの右ウィング今メッシのなんかレンタルのやつなんで、その代わりがいなかったから、よーっけよ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 っけ、いいよいいよいいよ、シューバちゃんかっこいい、ユーベのユニフォーム似合ってんなユーベのユニフォームって結構誰でも似合う感あるっていう説あります。イエーイ嬉しい、でもラモス来いよマジで、ラモス来てくれ本当に頼むよお願い、ラモちゃんラモちゃんラモちゃん呼んでるよ俺今、ラモちゃんラモちゃんって、うわシェア、これはシェアだ、あのシェアもセンターバックか、え違う違うな、これライマーってやつだ、モブ顔だめちゃくちゃ、まあまあまあ、オーストリアか、シェアスイス、あれスイスだっけ、シェアスイスで合ってたわ、今スイスかと思った色合い的に、そっかオーストリアのこと忘れてたわ、ラモス来ないのこれマジで、真面目に、まあ、可能性あるからな来ないっていう可能性、普通に、いやーイングランドこれもしかして、ケインだ、ケインだよね、おおまあケインいいんじゃない、ケイン、まあ、結構好きです俺ケインは、
まあラモス当たんなかったけどね。まあでも一番大部屋的にはあの高い選手、総合値的に一番高い選手なんで、いやいいね、まあ、総合値じゃないですけどねこういうのは。いやーラモス惜しかった。はい、ウィニングイレブン2020のファースト FP はケイン、そしてライマー、ベルナルド・シューバという感じになりました。と能力見てみよう。ドリブル95、ボールコントロール94、ボールキープ94、やばいなドリブルセンス。ちょ早速ベルナルド・シューバ使ってみたいな。さあケインはオフェンスセンス98、蹴ってる98、まあそりゃそうだよねケインだもん。ちょケインも使おう俺。ライマーってどうなんの、ライマーって選手ちょっと知らなかったな俺。なんか平均的な感じか。スタミナ89はスタミナめっちゃあるけど、なんか使いづらそうな感じする。今現在のスカットはねこんな感じになってるんですけど、ちょっと今当たったやつを入れてみようか。ベルナルド・シューバー、とりあえず当たった3選手入れてみました。ケイン、ベルナルド・シューバー、ライマー、後でね使ってみようかなと思います。はい、ってことなんでこんな感じでね、ウイレのガチャ動画もねどんどん投稿していこうかなと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。それではここまでご視聴ありがとうございます。この動画だったと思ったら高評価、まだチャンネル登録した方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パユニー。